現在進行形の出来事で、思い出すだけで背筋がゾッとします。出会いは今から2年前です。とあるゲームサイトの掲示板で、M という男と知り合いました。M とは掲示板で知り合って以来、どんどん仲良くなっていきました。そんなある日、M は俺とメル友になりたいと、掲示板に自分のメアドを晒したので、それ以降は掲示板ではなく、メールでやり取りをするようになりました。メールでは個人情報を暴露し合い、M は会社員の男性であることがわかりました。1年ほどメールのやり取りを続けていた頃、送りたいものがあるので、住所と名前を教えてほしい。と、M は言ってきました。さすがに顔の知らない相手に、住所や本名を名乗るのは抵抗あったけれど、M を信用した俺は、住所と名前を教えました。それから1週間後、自宅に郵便物が送られてきました。それは段ボール箱で、中には手紙と PS2 のソフトがたくさん入っていました。手紙には、仲良くしてくれてありがとうと感謝の文字。しかし、その手紙に書かれていた文の最後が少し気になりました。あと1年だけ仲良くしてほしい。とりあえず俺は、M にメールで感謝の気持ちを伝えると同時に、あと1年ってどういうことだよ?とメールで尋ねることにしましたが、後に M から送られてきたメールには、秘密、としか書いていませんでした。まあどうでもいいやと、これ以上は M に尋ねることをやめることにしました。それ以降も、M から郵便物がどんどん届くようになりました。漫画の本や音楽の CD、それにゲームソフトなど、さすがにもらってばかりでは悪いと思い、俺もいらないゲームソフトや漫画の本を M に送りました。すると M からメールで、俺のところには送らないでほしい、と言ってきました。なんでだろう?と思いましたが、まあもらえるものはもらっておこうと、深くは考えませんでした。そして去年のクリスマスの日、いつものように M から郵便物が届きました。コピーされた1枚の DVD で、アニメでもダビングしてくれたのだろうと、その DVD を早速見ることにしました。すると、画面には何も映らず、ザー、ザー、と音だけ出していました。なんだこれ?と思っていると、いきなり画像が映り、ボサボサの髪で武将髭を生やした、メガネをかけている男の顔がドアップで映り込んだ。何かの調整をしているような仕草から、おそらくビデオカメラをセットしているのではないかと思いました。そして、男の顔が離れたと思うと、そこの風景が映し出されました。地面は汚い木床で、本やゴミが散乱していました。壁に貼られたポスターは剥がれていて、男の部屋のような感じもしますが、腰掛けとその上に吊り上げられた輪の字のロープ以外は何もありませんでした。その時、嫌な予感はしたのですが、その男は腰掛けに座ると、ブツブツと独り言を言い始めました。テレビのボリュームを大きくして、耳を澄ましながら聞くと、あいこ死ぬ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 。この言葉だけを10分くらい言い続けました。あいこって誰だろう?この男と関係あるのかな?そもそも、この男は M なのか?喋り終わると男は腰掛けの上に上がり、輪の字の縄に首をかけました。俺はまさか?と嫌な予感はしましたが、見事に的中しました。縄に首をかけた後、男は自分の足で椅子を蹴り飛ばし、首を吊ったまま華奢な男の体は全く動かなくなりました。ひぃー。俺はびっくりのあまり、腰を抜かしてしまいました。しばらく放心状態が続きました。そして落ち着いた後、すぐに M へメールを送りました。しかし、M からメールは返ってきませんでした。俺は心配になり、何度も何度も M にメールを送りましたが、結局は送り返してくれませんでした。あの首吊り自殺の男性は M だったのか?でもその時、俺の頭にはある疑問がよぎりました。
この自殺した男が M だったとしたら、この DVD はどうやって俺に送ったんだ？そう考えただけで、心臓が止まる思いをしました。その時点で、俺はこの DVD を警察に渡せばよかったのかもしれません。しかし、俺は気が動転してしまい、冷静な判断が下せませんでした。怖くなった俺は高校時代の友人に、この DVD を見てもらおうと思いました。友人は忙しいから後で見るとのことで、その DVD を渡しました。友人に DVD を渡した日の深夜2時頃、携帯に電話がかかってきました。友人は慌てた声で、おい、これマジやばいぞ、すぐお払いしてもらえ。え？お払いって？意味がわからんぞ。男が首吊り自殺をしている映像だぞ。お前、女が見えないのか？女？着物姿の若い女が男の背中に抱きついて、こっちを不気味な顔で微笑んでいるんだよ。俺はそんなの見えなかったぞ。とにかくあそこの DVD 返すから、お払いして処分してもらえ。友人はそう言い残すと電話を切った。その時までは、友人が寝ぼけていると思っていました。そして次の日、仕事が終わった後に友人宅に寄り、DVD を返してもらった後にもう一度だけ映像を見ることにしました。しかし、着物姿の女は映っていませんでした。そこで、今度は彼女に見せることにしました。3年前から付き合っている年上の彼女ですが、よく霊感がある、と言っていました。自分で再度確認してから2日後、彼女を俺のアパートに呼びました。ちょっと見てほしいものがあるんだ。そう言って、DVD を彼女と一緒に見ました。すると、男が独り言を言っている最中に、キャーと彼女は大声で叫び、腰を抜かしてしまいました。どうした？何か見えたの？と尋ねると彼女は、見えないの？白い着物姿で、頭が半分潰れて血をドロドロ流している女が。その時になってようやく、この DVD はヤバいと気づきました。彼女は顔の色が真っ青で、失禁までしていました。また、彼女も友人と同じで、絶対にお払いしてもらった方がいい、と言ってました。さらに次の日、お寺の住職さんに無理に頼み込み、お払いをしてもらいました。住職さんは、大丈夫、大丈夫、と言ってくれました。そして、DVD は住職さんに預けました。これで大丈夫なんだと安心しました。しかし、次の日の朝に携帯が鳴って出てみると、友人の母親が慌てた声で尋ねてきました。カズが4日前から家に帰ってこないの。どこにいるか知らない？俺は、知らないとだけ答えました。直後に嫌な予感がしたので、あの日以来連絡のなかった彼女に、急いで電話をしました。しかし、電話やメールを何度も送っても、返事が返ってきません。気になって彼女のアパートへ行きました。でも、アパートに彼女はいませんでした。少し様子を見ようと、2日間ほど彼女の連絡を待ちましたが、連絡はありませんでした。俺はマジでシャレにならないと思い、彼女の実家の両親に連絡した後、警察に捜索願いを出しました。友人にも何度も連絡しましたが、まだ家に戻っておらず、友人の親が捜索願いを出したとのこと。それからさらに2日後、俺宛に郵便物が届きました。俺はそれを見て、狂ったように叫びました。住職さんに処分してもらったはずの、あの DVD でした。手紙などは何も入っておらず、送り主は M からでした。俺は急いで M にメール送りましたが、相変わらず返事は返ってこず。次の日に俺は会社を休み、再び住職さんのところへ行きました。すると、お寺は喪服姿の人だかりでした。何をしているのか尋ねてみると、住職さんは昨晩、心臓発作で亡くなったとの話でした。この DVD は何かがおかしい。これは M の仕業かもしれない。
M は生きている。明晰ではないが DVD と M のことについて、警察に相談しようと考えました。その前にもう一度、DVD を確認しようと見てみました。でも、やっぱり何も見えず、諦めて DVD を取り出そうとしたとき。私が、見たい？喉が枯れたような声がはっきりと聞こえ、俺は腰を抜かして悲鳴を上げました。急いで警察に DVD を提出して、M のことを話しました。それから現在に至りますが、未だ友人も彼女も見つかっておりません。ただ、昨日再び M から DVD が届きました。手紙などは入っておらず、DVD 一枚のみでした。M は一体何者なのでしょうか？映像の中で首吊り自殺をしていた男は一体何者なのでしょうか？今でも謎のままです。そして今日、久しぶりに M からメールが届きました。逃がさないよ。そろそろ終わりにしてあげる。これは愛子の復讐だ。正直、意味がわかりません。俺は愛子という女性を知りません。ただ、俺もそろそろやばいような気がしています。最後になりますが、この DVD の映像を動画サイトにアップしようか迷っています。仲間が欲しいのは本音です。だって、俺も人間ですし。